東大阪の、田んぼで田植えの取材に来ました。ここはすぐ後ろが前田さんと野口さんの母校花園高校のすぐ横の田んぼで、FC 大阪と近鉄ライナーズと06ブルースの選手たちと、田植えをするというイベントの取材です。FC 大阪公認ノーサイドコラボ T シャツでございます。公認の、はい、こんな子供用もあります、ぜひぜひ買いに来てください。よし、試合が終わりました。
FC 大阪前半に先制を取って PK から先制したんですが、最後後半追いつかれてしまって1対1の引き分けということで、まあ、ホーム花園での勝利とはなりませんでした。ただまあ、4試合ぶりかなに勝ち点、まあ、1なんですけどを手にしました。これ雪バスちゃうの？これ雪バスちゃうの？めっちゃ雪バス、天理に雪バス、3月、7月3日オープンって書いてるよ。7月3日オープン、まだオープンしてないね。やっべ、天理ちょっとラグビーのマシ狙ってる。雪松は熊谷行ったらあるんじゃん。あるかもしれない。都合にも、都合にもあるんじゃん。都合に、都合にもちょっとな、持ち帰られへんよな。3時間ぐらいが限定。そう、3時間ぐらいが限定と思うわ。いや面白、すげえ雪松あった。あ、これ4番出口か、知らんかった。ほんまや、4番って書いてるわ。4番って書いてた。これはサンライフホームはちゃうしな。うんうん、あ、これっぽい、これっぽい、あ、ぽい、やってない、昨日に引き続き。あー、やってないわ。あー、朝7時からやってんね。あー、これは16時までか。明日の朝来る？売り切れ次第終了や。明日やな。明日、定休日見てって書いてるし、これはコーナーないの？これコーナーダメですね。明日の朝、明日三種を迎えに行くわ。よ、ほう、残念ながら明日三種を迎えに行く、やってませんでしたね。テイクアウトっぽいですね。テイクアウトっぽいからね、ここやわ、ね、これや、これや、どうか。あー、ここは見落とすな、確かに。バーバーの横ね、ザ・メシアから、ザ・メシアから、はい、荒本駅までので、僕らご飯どうする？うん、ローソン。ローソンする？ザ・メシアかローソンか、ふくちゃんラーメンかっていう、この並びやと。そうや、選択肢がね。ローソンしようか。ローソンですかね。ローソン、ちょっと疲れて、頭使うの、ね、はい。あ、でもすごいとこにあるな。ね、おー、めちゃくちゃすごい。荒本の4番出口を今日初めて知りました。4番出口すごい、うん、覚えとこうね。結局じゃあね、もんちゃんで、お昼ご飯難民の我々はもんちゃんで、昼ご飯というかもう晩ご飯、ね、晩ご飯ですね。何しよっかな、たこ焼きどうする？たこ焼きにしようかな。たこ焼きか、軽く軽く言っときたいから、そうですね。たこ焼きにしようかな。たこ焼き、たこ焼きを、ネギマヨ、ネギマヨでいい？私は、ネギ嫌いだった？いや、好きですね。まあ、マヨいらんかなぐらい。マヨいらんのか。なるほど、そうそう。なんで、たこ焼き6個入りとかにしようかな。あ、じゃあ、野口さんじゃ6個で。6個入りで、はい。チーズを、はい、たこ焼きもらいます。たこせんある？たこせん、 ありがとうございます。はい、たこせんもね、魅力的ですけどね、ちょっとこれたこせんだけやとお腹満たされないと思うので、ね、ね、よ、もんちゃんね、もんちゃん初めて食べるな、もんちゃん。自分で出せるやばいな。楽しいですね、これ。やばいな、焼き鳥の方やな。ああ、自分でやんねや。決まってるわ、いろいろ。へえ、で、これええな。おお、いいですね。牛カルビ串、牛カルビ串30円引きのやつ。30円引き、30円引きと聞いたら売れてますね。うん、めっちゃ売れ、あ、これなくなった。なんかサンドイッチできてる。まあ、や、食べたなるやつ。食べたなるわ。島仙台で作ったやつです。顔、食べへんかもしれんけど、顔誰かにあげるかもしれんけど、顔。これどうやって入れたらいいか、俺初めてのことなんで、まあですね、落としたらどうなるんやろ。落としたら大変なことになるんですね。それはそうです。お待ちでしたら隣のレジどうぞ。これで、こうかな、うん、これで、あ、焦点が合ってなかったわ。で、自分で閉める。使用済みトンガッコンみたいな。ああ。
まやすごいめっちゃ熱い熱い熱い、あ、動画やった熱々ポン酢、ネギマヨポンですよね。よっ、とっとこと、これは焼きそば、うん、匂いがもう、うん、これは何やったっけ、塩たこ焼き6個入り、うん、ごま油入り、うん、ポン酢まみれ状態、ポン酢まみれ状態、ポン酢まみれ状態、うん、ポン酢まみれにした、熱々がちょっと多分冷まししてしまうんじゃないかと思うぐらいポン酢ドボドボにかけためっちゃ温かいですね、うん、うん、6個入りからいけるのがいいな、うん、初めて食べますね、うん、なんでもんじゃん、もんちゃん、もんちゃんね、もんちゃん、あることは知っていた、うん、めっちゃ知ってたけど、うん、食べる機会がなかった今まで。それなんですか、あ、もう食べ終わってもうは食べ終わった。カルビ。あ、牛カルビ牛、牛カルビ牛。車の中で物食べるのめちゃくちゃ美味しいですよ。美味しい。特にアメリカンドッグ食べるのめちゃくちゃ美味しいですよ。アメリカンドッグ好きよね。そうそうそう。いただきます。食べましょう。通りがかってみましたが、19時のご褒美、むちゃくちゃ並んでて、今日は子供。